はい、どうも皆さんこんにちは。スターリーの河野玄斗です。受験生の皆さん、共通テストお疲れ様でした。まあ、いろいろね思うことがあると思いますが、まあ、とにかく、切り替えて二次試験に向けてまたね今できることを全力で頑張っていきましょう。さて今回もやっていきます。楽しい楽しい大学入試の実況プレイ。まあ実況プレイっていうのは僕がね、初見の問題を解きながらただ思ったこと考えたりしたことを話していくっていう内容なんですけど、やっぱりね大学入試の問題解くのは楽しいんですよ。だって、まあ、勉強を通してね集めてきた武器っていうのを使って入試問題っていう敵を、まあ、試行錯誤しながら倒していくってまさにゲームと一緒ですよね。しかもですね、僕がね初見の問題にどういうふうに対応しているのかっていう、まあ、その思考過程を皆さんと共有できるので、まさに、二次試験対策になる一石二鳥な企画なわけです。そして今回実況プレイしていくのは2022年早稲田大学商学部、通称早稲商の問題。まあ、早稲商のね数学の問題なんですけど、もうはっきり言ってね例年異常なんですよ。まあ、私立文系の中ではもう問題の難易度はダントツで一番高いと言っても過言ではないと思います。実際各予備校でも早稲商の数学の問題はもう難しすぎて試験として機能してないとか、まあ、あんなもんね解くもんじゃないみたいな感じで評価されてるわけですよ。まあ、なので今回ね解けるかは不安ではありますけど、気を引き締めて楽しく実況プレイしていこうと思います。はい、それでは早速実況プレイやっていきましょう。今回やっていくのはこの4問、まあ順番に見ていきましょう。まず括弧1番から、数列 an が次の条件を満たしている。なるほど、まあ全化式の問題で、ログにログに a 重か。まあこの全化式見てあげたらログ取りたくなりますよね。まあ指数の形とか、まああとは積とかで表されているものはログを取るわけですが、ログを取ってあげると、この指数部分が降りてくるから、あ、また積の形になるのか。ということでもう一回ログ2っていうのを取ってあげることで、このログ2ログ2に関する、まあ、全化式が立つのか、ログ2ログ2 an っていうのを bn っていうふうに置いてあげれば、まあ、ログ2ログ2 an ね。そうすれば bn たす2っていうのが bn たす1たす bn っていうふうになって、まあ、フィボナッチ数列か。であとは初項が a1 これ a2 これ4だから、 b1 も b2 もログ2を2回取ってあげれば1と。ということで求めたいのは10番目の項だから55か。55、よし。まあ、この55僕は覚えてたんですけど、フィボナッチ数列の10番目の項ってこれ実は面白いんですよ。ね、1、1とね、前2つの項を足していったら次の項になるっていうのがフィボナッチ数列じゃないですか。これ足していくと、まあ、こういう風になるんですけど、この10番目の項の55、フィボナッチ数列、実は55って1から10まで足したものなんですよね。まあ、フィボナッチ数列の10番目の項と、ね、1たす2たす点点点たす10っていうのがたまたま同じ値になるっていうのが僕はね面白かったので覚えてました。まあこんなの覚えてる人いないと思うので実際は書き出してください。まあでも面白いですね。指数部分に、こういうふうに文字が入ってる全化式っていうのはログを取るといいよっていう、まあ基本的な内容を扱ってますね。じゃあ過去2番、実数 xy がこれを満たしているとき x-y-xy の最大値は、まあなんか対称式っぽいなっていうことで、僕はねファーストインプレッションマイナス y イコールラージ y って置きたくなりますね。そうしたら x プラスラージ y たす x ラージ y っていう対称式になるし、こっちもね x 二乗プラスラージ y の二乗のままだから、まあこれで無事 x プラス y を s x ラージ y を t って置くと、こっちの方がの式が s 二乗マイナス 2t 小なりイコール3っていう風になって、あとは x プラス y イコール s とか xy イコール t っていう基本対称式をこういうふうに文字で置いた場合、x と y の存在条件の式が出てくるんですよね。まあこれはちゃんと存在条件を考えれば明らかなんですけど、で、求めたいのは s プラス t か。だからこれイコール k って置いてあげれば、あれですね、線形計画法で求められますね。まあこれ図示してあげると、s 二乗マイナス 2t 小なりイコール3は、t 大なりイコール2分の 1s 二乗プラス2分の3、この上側で、下側の式は t 小なりイコール4分の 1s 二乗だから、こういうグラフかな、この下側だから、この面積、ここの領域になって s プラス t イコール k っていうのは、傾きがマイナス1だから最大値となるのはここか、この瞬間ですね。まあ、あとはこれね、交点求めてあげて、
これ求めると4分の1 S2 乗が2分の3だから、S2 乗が6だからルート6か、 S がルート6で T が4分の1かける6だから2分の3かというふうになるので、 S たす T の最大値はルート6たす2分の3っていう感じですかね。合ってるかな。まあこの問題もね、対称式っぽいなっていうところで、マイナス y をラージ y って置いてあげるっていうひとひねりですね。このひとひねりを加えることによって、まあいつものね、標準的な問題に置き換わる。非常に面白い、奥が深い問題ですね。では続いて括弧3番。A を実数とする。数列 n が次の条件を満たしている。これか。解けない全化式だね。この時すべての正の整数に対して、ほう、なるほどね。これ文系の人が解くの難しくないですかね。まあ僕は理系なので数三やってるので、まあ、数三では結構品質なんですよ。解けない全化式があった時に、その全化式のその HN2A3…… っていうのを図形的にこう目で追っていくっていうのは品質なんですよね。この全化式を見て y コレ x2 乗マイナス 2x-3 でグラフを考えてあげて、x 切片がマイナス1、3かな、なので、まあ、マイナス1、3、こういうグラフになるのかな。で、まあ、y イコール x のグラフを一緒に考えてあげるんですね。y イコール x のグラフ。これを考えることによって、視覚化されるわけですよ。まあ、例えば、h どこでもいいんですけど、じゃあ、こことかにしますか。h イコール a だったとしたら、まず、ここの切片の部分が a2 になるわけですよね。y の座標の値が a2 になって、次こういうふうに x にぶつけてあげると、この x 座標が a2 になるから、この y イコール x2 乗マイナス 2x-3 のところにぶつけたこの y 座標が a3 になってみたいな、でここの x 座標が a3 になって、そうするとここの x 座標が a4 になってみたいな、こういうふうに順番に追って切るんですよね。こんな感じで、まあそういうのを考えてあげて、常に an が10以下、まあ10ってこっちの方か、10ってここら辺かもしれないね。ここら辺。こっちの方に行かなきゃいいわけだよね。多分、まあ、A がここに行っちゃうと、こう、どん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 、A2、A3、A4 っていう風に大きくなっちゃうから、絶対10超えちゃうわけだよね。だから、10を超えないようにする場合は、ここの部分よりもこっち側に行かないようにすればいいっていう感じなのかな。A の最小値か。最小値ってことは、なるほど。最初の A の位置をここより左側にやっちゃうと、こうなっちゃうのか、こうなっちゃうのか。で逆に A をこっち側にやってあげると、まあなんかいい感じにこうか収まってくれますね。うん、収まってくれるので、ここの座標を求めてあげようっていう問題ですね。だから x2乗マイナス 2x-3 イコール x、 ここの x 切片を求めてあげると、x2乗マイナス 3x-3 イコール0の解だから、 x イコール2分の3プラスマイナス、ルート21だから、2分の3プラスルート21か。でこれと y 座標が同じの点なので、軸を求めてあげると x イコール1ね、1を対象としたここの点だから、2分のなんとかマイナスルート21で、2分の1引くルート21か。そうすると、まあ、ちょうど対称ですからね。これね、全化式、解けない全化式っていうのをもう解く必要はなくて、こういうふうにグラフで考えてあげると視覚化できるよっていうのは、正直数三の全化式のその極限のところでやるんですよ。難しいですね。まあ、ちなみに徹底基礎講座の数三のところではね、解説してるんですけど、難しいですね。これを文系の人が解くっていうのはかなり厳しいんじゃないかなっていう気はしてますが、まあ面白いので、内容としては面白いので、ぜひ知っててもいいかもしれないですね。で最後の問題かな。4番。3次関数 fx は x イコール1で極大値5を取り、 x イコール2で極小値4を取る。なるほど。関数 fx のグラフを原点を中心に解けも、おお、3次関数を回転させるの、マジか。cθ と x 軸の共有点が相異なる3点であるとき、それぞれらを x 座標が小さい順に pθ、qθ、rθ とする。失礼しました。線分 qθ、rθ と、おお、なるほど。まあなんか3次関数がごちゃってなってて、ここの面積が32分の81みたいなことか。なるほどね。まあ難しそうですね。まあとりあえず3次関数のね、
この条件から求められるよね。 x イコール1で極大値 5、 x イコール2で極小値4なわけだから、まあ、f'x っていうのが a 倍の x-1 x-2 みたいな形で表せるので、 fx っていうのが3分の 1ax 3乗マイナス2分の 3ax 2乗プラス 2ax かっていう形になるので、まあ、x イコール1の時極大値5、あ、足す c か、すいません、足す c、まあ、足す b っていうふうに置けばいいかな。でやって x イコール1の時極大値5だから3分の 1a 引く2分の 3a 足す 2a が、うん、計算めんどくさいね、マイナス6分の 5a か、6分の 5a 足す b が5で、 x イコール2の時は3分の8引く6足す4だから3分の8引く2だから3分の 2a か足す b っていうのが4ですよと、まあ、これ差を取ってあげると6分の 1a が1だから a が6で b が0か。お、なるほど。つまり、fx っていうのが6入れてあげれば 2x 3乗マイナス 9x 2乗足す 12x ってなのか。よし、ここから出発ですね。これを回転させてあげるんだけど、原点を中心に時計回りか。まあこれ原点通るからちょっと楽ですね。 pθ が0っていうのが確定するのか。だからまあこういう原点を通るグラフがあって、まあ、こういうグラフがあって適当ですよ。今めっちゃ適当に書いてる。あ、まあ、x イコール2で極小値4だからこうか。こういうグラフがあって、これを回転させた時に、あ、めんどくさいですね。こういう風になるからここの部分の面積を求めたいっていう話なんだけど、まあこれ基本的に3次関数の方を回転させるっていうか、元に戻してこういうグラフごとぐるっと回転させて、結局考えたいのって 2x 3乗マイナス 9x 2乗プラス 12x っていうグラフがあった時に、このある直線、原点を通るある直線とのこの面積が32分の81になるように考えてあげればいいんですよね。ここを P、 ここを Q、 ここを R っていう風にして、この赤い直線が X 軸に重なるところまで回転させたら、ね、回転させたらこの部分は9θ になるわけですよ。まあ、その3次関数を回転させるっていうのを相対的に X 軸が回転させて、こっちにね、この赤い直線を構成してるっていうふうに見てあげて、あとは9θ の X 座標、9θ の X 座標っていうのが分かれば、求めるためには PQ の長さが分かればいいのか。だから PQ の長さを求めようっていう問題ですよね。っていう風に置き換えていくっていうところだと思いますが、かなり骨が折れますね、こっから先も。まあここのね、 y イコール mx みたいに置いてあげて、この交点を α、β とか置いてあげると、この mx 引く3次関数のグラフ、 mx 引くこの3次関数のグラフが、まあ、x とイコール0、α、β で交点を持つので、え、これもしかしてアルファからベータまでの積分で、まあ、マイナス2倍の x かっこ x マイナスアルファ x マイナスベータでくくれるよっていう、この話ですかね。なんか6分の1公式っぽい、これまたなんか数三っぽいですけどね、数三で出されそうな感じですけどね。この x を x マイナスアルファ足すアルファっていう風に置き換えてあげれば、 x マイナスアルファの2乗 x マイナスベータプラスアルファ x マイナスアルファ x マイナスベータっていう風に置き換えることができて、で前の項っていうのがマイナス12分の1ベータマイナスアルファの4乗で、第2項がアルファかける6分のマイナス1ベータマイナスアルファの3乗っていう風になるので、ベータマイナスアルファの3乗と、まあ、マイナスにかけて分母が6だから3分のベータマイナスアルファの3乗でくくってあげると、第1項が6分のでくくってあげるのか、6分のでしたね、6分のでくくってあげると第1項が β マイナスアルファになって、第2項が 2α か、だからここの部分が α プラス β になるから、解と係数の関係使えるのかな、これイコールこれの解が 0α β だから、α プラス β は結局2分の9になるのか、
アルファプラスベータが2分の9になりますよと。むず、これむずいな。これむずいっすね。これ計算してあげると4分の3ベータマイナスアルファの3乗っていう風になるから、これが32分の81であればいいのか。ということで、まあこれが消えてかける3分の4で約分すると8分の27か、ベータマイナスアルファが2分の3っていう風になればいいのね。でアルファプラスベータさっきなんだっけ2分の9って求めたからアルファの値が分かって、まあ、これは差を取って半分にすれば2分の3か、アルファが2分の3っていうことが分かるので、あとは PQ の長さは簡単そうですね。2x3 乗マイナス 9x2 乗足す 12x に x イコール2分の3を代入すればこの y 座標の値が出るので、めんどくさいな x カッコ 2x2 乗マイナス 9x 足す12って一旦くくるか。でここの2分の3入れると4分の9かける2、2分の9引く2分の27だからマイナス9足す12で3かける2分の3だから2分の9か。y 座標が2分の9っていうことが分かるので、 PQ の長さはって言ったら2分の3と2分の9の三平方の定理使って2分の3かけるルート10か、2分の3ルート10ですねっていう風になるのかな。え、これ難しくない？っていうかこれ数3だけどね、これ数3使いました、僕数3使いました。はい、うん、まあとりあえず答え合ってるかどうかだけ確認してみます。55、2分の3プラスルート6ある、オッケーオッケー、2分の1マイナスルート21、2分の3ルート10、オッケー、無事正解できました、よかった。いやこれ難しいですよ。ちなみにこの文系の人が、しかも小問集合、四角1の小問集合、この後四角2四角3って続いていく中で、この四角1の4問の小問集合の難易度ではないです、確実に。でもまあ一個一個ね、学べることはすごい多いなというふうに感じましたね。こういう指数がある場合はログを取りましょうとか、こういうのマイナス y イコールラージ y っておいて、なんとかね対称式の問題に落とし込みましょうとか、まあ、対称式の問題に落とし込んだ後もね鉄板の標準問題で両問ですし、まあこれとかはね面白い、まあ背景が面白いので、まあぜひ復習の価値もあるし、まあこれも3次関数を回転させるじゃなくて、逆にね3次関数回転前に戻してあげることによって、まあ比較的容易に求められるけど、このね因数分解した形で積分するとか、まあもしかしたらご利用しで別の方法でできるかもしれないですけど、まあそれでもね非常に骨の折れる小問集合で出すような問題じゃないなって思いました。まあでもね、しっかりと思考力を鍛えればこういう問題も解けるようにはなるので、ちゃんとね解けなかった方は復習してみてください。今後もねこういった面白い動画たくさん出していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。